クラム・オディシャリアは、ジョージアの作家。2012年から2014年まで文化、遺跡保護大臣を務めた。1975年に、アブハジア国立大学を卒業し、文献学の学位を取得。スフミで、ラジオレポーターとして働き、その後アブハジア地域の新聞特派員として勤務。作家連盟の顧問を経て、雑誌、律書編集長、出版社、 メラニス支局長を務めた。1969年、彼は最初の詩を発表した。オディシャリアは9編の詩と10編の3文を表し、また映画や演劇の脚本を執筆した。代表作に、国会、スフミへの帰還、猫がある。また脚本、遠い海は演出家、テムル・チヘーゼによって監督された。彼の作品は、英語、ロシア語、ウクライナ語、 アブハズ語、トルコ語、アルメニア語、イタリア語に翻訳されている。オディシャリアは、ジョージアとアブハジアの和平会議に定期的に参加している。2012年、イワニシビリ内閣で、文化、遺跡保護大臣に任命された。2014年、ガリバシビリ政権の内閣改造で、首相補佐官に転任。オディシャリアは、ジョージア国家賞及びイリア・チャフチャバーゼ賞を受賞。作品、 ロミ氏により、ジョージア劇場協会賞及びリオルギシェルバシゼ賞を受賞。作品、金の翼で、チェホフ金賞及び国際ジャーナリスト協会賞を受賞。ありがとうございます。